ってきた、また、また雨ですか。2週間前ぐらいかな、キャンプに行って雨だったんですけどね。でまたそこから、2週間後雨ですね、見事に。で、今日行くキャンプ場はですね、ふもとっぱらキャンプ場に行こうと思ってます。タープを買ってからね、1回か2回しか使ってないんで、本格的なキャンプ、なかなかこう天気の都合もあってできてなかったんで、まあ、いつもコテージに泊まってたんでね、今回は車中泊で、タープ立ててやりたいんですけど、まあ、この雨次第ではまたコテージかバンガローになっちゃうのかなとは思いますけれどもね。今回はですね、まあ、ふもとっぱらの近くまで行きたいんで、朝霧高原という道の駅まで、車を走らせていきたいと思っております。ではドライブ楽しみます。デイ、道の駅着きました。すげえ車止まってる。朝霧高原さんですね。初めて来ました。うわー、広い。あれ、広くもないか、そんなに。どこ止めよう、緊張する。その先右方向です。これは結構広くて綺麗な道の駅ですね。いやー、寒い。じゃあ、歯磨いて寝床確保してですね。はい、無事寝床を確保して、今から寝ます。結構混んでたんで離れた方に止めましたね。さあ、ここで眠れるか眠れないかがね、本当に次の日のね、全てを左右しますんで、無事眠れることを願ってます。ではおやすみなさい。おはようございます。現在朝8時ですね。全く眠れませんでしたね。で、この後朝ごはん、まあ、食べれたら食べて、もうふもとっぱらにチェックインしようかなと思ってます。8時半からチェックインできるみたいなんでね。で、天気は今のところこんな感じなんで、まあいいですね。ただ後ろを振り返るとちょっと曇ってる感じかな。涼しい。そして、じゃあちょっとね、準備して向かいたいと思います。昨晩は暗くて見えなかった道の駅ですね。いい雰囲気ですね。なんだろう、この匂いは一体。糞みたいな匂いしますね。牧場近いからかな。この道の駅はかなり広いんですね。こうやって地図を見てみると、今回はこの道の駅であえて朝ごはんを食べたいと思います。胃が若干やられ気味なんで、かけそばをいただきます。うまそう。巨峰買っちゃいました。530円だって、すごい安かった。今年初巨峰だと思う。楽しみ。はい、道の駅出ました。結構楽しんじゃいましたね。で、今ね、朝9時なんですけれども、もうふもとっぱら入っちゃいます。あと5分以内ぐらいに着きますね。天気がね、曇りなのか晴れなのかよくわからないですね。晴れだとね、晴れで少し暑いんで、設営してる最中は曇りでもいいですね。富士山みたいですけど。では行ってきます。着きました。なんか入り口にね、ゲートができててびっくりしましたね。ここで検温とかするみたいで、で予約じゃないと入れないみたいで、予約しないで来ちゃったんですけど、まあ今日は空いてるってことで
定させていただきましたね。では薪を買ってから場所取りしたい、と思います。チェックインしました。なんかいろいろ変わってたな。薪も自分で入れるようになりましたね。まあ後でお見せしますけどね、たまたまグローブすぐ出せるところに置いといたんで薪の詰め放題できましたけど、あれ素手でやったらやべえぞ、全然入んないぞあれ、危ないし、ちょっとねびっくりしてますよ。で前回来た時より圧倒的に混んでる。1年前ぐらいに来たんですけど、まあ、午後1時ぐらいに前回来たんでまだチェックアウトしてない人が多いっていうのはありますけどね。この朝の時間帯前のね5倍以上はいるわこれ。いやーこれ場所探しします。いやーマジかー。とりあえず古い方のトイレの近くに車を止めましたけど、これから帰る方が結構いるんで、なんか場所取りむずいっすね。早い時間に来ればいいっていう問題でもない。でこんな混んでるんですよ平日で、どれぐらいが帰るか分かんないっすね。今回も無事ね富士山が見えませんね。いやーいいね。というかすごい、これがだって週末とかはもっとねパンパンに埋まるわけですよね。絶対来ないわその中で。もうこれでね平日キャンパーとしてはね、平日キャンパーの私としてはね泣いてますもん。ここまで多分多いキャンプ来たことないですね、人が多いキャンプは。そしてこれが去年来た時には建設中だったトイレと炊事場なんですかね。これね建物を囲うように人がものすごいいるから、なんだかんだトイレ混みそうな気するけど、どうなんだろう。まあ後で機会があったら行ってみます。もう場所が空くの待っててもしょうがないので、もう最初に車止めた場所にタープ立てちゃいます。テントはねもう卒業したので車中泊になるので荷物下ろしちゃいます。ね、疲れましたすでに。今まで雨の日が多かったんでバンガローコテージに泊まる機会が多かったんですけど、キャンプって大変だなこれ。テント一からタープとか立てて、今までどんだけ楽だったかということをね感じましたね。コテージとバンガロー快適だわやっぱやつらは。そしてこれが先ほど話していた薪ですね。針葉樹、このみかんの袋みたいなやつに入れるんですけども、引っかかった途中でパキ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 で、人がね周りにいなかったんでね良かったですけど、混雑時とか全員であれやったらやばいことになるけどね。まあその辺はどうなるのかちょっと分かんないですね。いろいろ変わっててついていけてない状況です私今。じゃあねこのせっかく購入したトリコロールタープですね、まだ1回しか使ってない、2回しか使ってないんで、貼っていきますよ。多分今年最後のタープになると思いますね。で今回ね新たにねすごい安いポール買ったんで、このポールがね今日の強風に耐えられるかっていうのをね検証しつつね、非常に楽しみですね。立てられるかなタープ。ね5分ぐらいで完成させようと思ったんですけど、聞いてこの音、久々だわペグで苦戦してんの。あれすんなり、ここはあこれすんなりパターンか、あすんなりいきましたね。ペグがね本当に場所によって全然入んなくて、初めてのキャンプ以来ですねこんなにペグで時間かかってんの。まあ久しぶりのキャンプっていうことと、このね安物のハンマーと安物のペグが入った入りました入りました。はい、ある程度、60% ぐらい完成しましたね。タープの形ね、この形が好きなんですよね。道志の森でね一回この形にして、すごい屋根が高くて過ごしやすかったんで、天井が低いとね歩きづらいんでこの形にしてて、思いのほかこれもともと付属でついてたのがこれが 2m なんですけど、黒ね、こっちが新たに買ったポール、いけてこれすっごい安いんですけど5本で
190にするってやつなんですけど、なんかレビュー見たらねすごい曲がってたって言ってたんですけどね、全然曲がってないんですよね。綺麗に立ってますね。ピーンと立ってるんで、これはね買ってよかったですね。すっごい見て、風やばいんだけど、多分張り方が下手なんだな。これまずいね。空飛びそうじゃんこのタープ、ムササビみたい。はい、これが後ろ姿ですね。で正面に富士山が見えると、右下に見えるテントがやはり安物なんでシワがすごいっすね。あの中に車の中の荷物を全てぶち込んで車で寝るという感じですね。まだねあのベッドは作ってないですね。一応車の後ろはこんな感じですね。道志の森の時みたいにここにベッドを作ります。まだあの買い物も行ってないんで、まだベッドは作れないんですよね。なので温泉行ったり買い物行ったりして帰ってきてからここにやっと寝床を作るような形になりますんで、なんかテント泊よりねやること多いな。今日タープを作るのにもうすごい時間かかったから、ペグがねペグの運ゲーでなのでだいぶ疲れちゃった。いやーこれで富士山見れたら最高だったんですけどね、今は見れず、そして多分ずっと見れないですね。雲がすごいわ。久々にあのキャンプ用に買った椅子に座ってますけど、座り心地すごいわ。少しゆっくりしてから、あ、買い出しとお風呂に行ってきます。フラ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 、ポールがフラ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 してますよ。